はいどうも、ごちゅくらいです。栄冠の実況やっていきたいと思います。というわけで今回は、あの準決勝敗戦から1日経ちましたですね。今日からまた新チームで戦っていきたいと思います。で、まあいろいろとね、松中くんであったりとか古市くんであったりとかっていう本当に素晴らしい能力の選手が抜けてしまうので、まあ、どうしてもちょっと総合戦力はね C に落ちてしまうんですが、でもまあ C の中でもグラフとしてはね非常にいいかなというふうに思いますので、まあ名門で迎えた新入生が多いので非常に人数もねこの時点でも多いです。はい、まず見ていきましょう。1番レフト石田、ここが天才肌ですね。はい、天才の1年生石田くんですが、もう星の数が300が見えていると。で、夏の大会中ですね、ずーっと総力に振っていたら、なんとあれよあれよという間に総力 S91 まで行きましたよと。まあ、ちょっと今後は打力に振っていこうかなというふうには思ってますが、まあ、盗塁 B もありますので、まあ、1番で外野手で総力 S っていうのはね、非常に素晴らしい能力になったかなというふうに思います。もうこれはガンガン走ってもらいましょう。で、2番、セカンドで松尾ですね。はい。まあ、最初から入部してきた段階で、もう野手能力が非常に良かったので、松尾くんに関しては野手で育てるという話をしてきたんですが、ヤクワの後継者ですね。はい、松尾くんにヤクワの後を継いでもらいたいなというふうに思います。で、守備力 A81 までいってるので、もうセカンドとして全然申し分ないかなというふうに思います。もうバランスだけで見たら正直ヤクワを超えてるんですよ。うん、まあ総力の部分とか、ヤクワの方が高かった部分はあるんですが、ヤクワを超えたセカンドになる可能性が非常に十分にあるなというふうに思っている選手です。まあずっと代打で使ってきましたね。はい。で、3番、チャンスで佐藤岡でございます。夏はずっと5番で打たせてたと思うんですが、まあ、この選手もね、かなり1年生の頃から使っている選手にはなるんですが、打率もね、本当に3割1分、15打点というところで素晴らしいものを持っております。うん。まあ、特殊能力も非常にいいものを持ってるんでね、3番で今年は頑張ってもらいたいなと思います。で、4番は塚本でございます。まあ、ちょっと弾道2をなんとか弾道3に持っていこうかなというふうには思ってますが、ミート63で夏の大会中にパワー A に乗りました。はい。まあちょっとこの選手に関しては守備型にしてもいいなと思ったんですが、この代の他のラインナップを考えてた時に、やっぱりバッターがね、どうしてもやっぱ前の代に比べると弱いなというふうにも思うので、松中くんの後の4番は塚本くんに任せようと思います。4番キャッチャーって響きがね、なんともやっぱ僕個人的には好きなんで、まあ次の4番は塚本くんに打たせたいと思います。で、塚本くん、松中さんの後のキャプテンも継いでもらってるので、この塚本くんにね、この代は本当に頑張ってもらいたいなと思います。まあこのキャッチャー A というのはねやっぱり大きいので、この塚本くんがねこの前の代も含めてずっと引っ張ってきてくれたのは間違いないので、まあ十分にやってくれるんじゃないかなと思います。まあイメージで言うとそうだな、まあ藤波選手が抜けた後の森選手みたいな感じかな。大阪桐蔭のね黄金世代が抜けた後でもキャッチャーは残っていたので、うん、まあそんなイメージですが、まあ、大阪桐蔭を超える名門校を作っていきましょう。で、沼田くんですね、5番サード沼田と。まあここに関しては最後の夏サードでね併用してたんですが、本当に素晴らしい成績収めてくれてます。負けてしまった準決勝でもホームラン打ってたりもしたので、うん、まあ5番で申し分ないかなと思ってます。で、6番菅原ですね。はい、ここに関しては総力が A82 というところが素晴らしいと思います。まあチャンス E がちょっと痛いんですが、うん、まあ打力ももうちょっと上げながらというところで、まあ逆にもう言ったらあとは打力しか上げるところがないと思ってるので、まあ、あとは肩かな、レーザービームも生かすところで肩かなと思ってます。で、ここですね、問題はここなんですが、ファーストがね実はちょっとこの選手しかいなくて、でもちょっとさすがにここだと弱すぎるというところで、まあ外野にいた小西くんをとりあえずは秋はファーストで使おうかなと思ってます。はい、ただまあここに関しては最悪この選手が育ってくればこうして、で小西くんのダイソー4位とかも全然ありかなと思ってるんですが、この外野のね4人の中、石田、佐田岡、菅原、小西、この4人の中で誰をファーストに回そうってなった時に、まあ石田はないかなというふうに思いまして、で、まあ、佐田岡くんも、まあね、ファーストでもいいんですが、まあ、どっちかというとこの2人かなっていうイメージだったんですね、個人的には。うん。っていう中で、菅原くんがレーザービーム持ちで、で、小西くんが、まあ、守備、補給がすごい高いんですよ。うん。十分にファーストでやれる能力があるので、まあ、いいかなと。小西くんでいいかなという感じにしましたよと。なんで、まあ、ここはまずサブポジつけます。秋までにね。はい。で、エースは成田でございます。うん。これね、もうすでに実は、多分古市の2年次このタイミングよりも能力高いんじゃないかなと思ってます。うん、まあちょっと見た目が、まあ、古市に比べて奪三振がなかったりとかは含めてもあれなんですけど、でも星の数371とかも含めて全然悪くないかなと思います。はい。で、9番ショート矢部というラインナップになるかなと思います。ここはもうすでに守備 A なんで、まあ、この二遊間はね、もう守備最初から A になってるっていう素晴らしい形でスタートできると。まあ、二遊間が抜けたダメージはそんなに大きくないかなと思ってます。はい。で、2年生投手松野が一番控えで、その次に来るのがこの内海くんですね。ここが、この育成が今年僕の一番の仕事かなというふうに思ってます。はい。まあ、投手陣に関して言えば、やっぱりこの内海くんが、まあ、
成田くんとかね、松野くんを抑えてエースになるレベルにね、ちょっと頑張ってほしいなと思います。まあ、ちょっと赤とこうなんとかまずは消したいところですね。で、寺田スライダー5のスライダーお化けでございます。まあ、ここもね、野手にしてもいいぐらいの能力なんですが、まあ、大津と悩んだ結果、寺田を投手に残すと。うん。まあ、前回、前の代にいたね、服部くん2世みたいな感じで、まあ、ちょっとこのピッチャーはスライダーですけど、そこで目指して頑張ってほしいなと思います。で、大津くんですね。大津くんは完全に野手で行こうかなと思ってます。はい。まあ、今の2年生が抜けたタイミングで、素晴らしい能力になってくれてればいいかなと思ってるんですが、まあ、松尾くん、去年の松尾くんポジションになるかなと思います。はい。で、大河内くんですね。キャッチャー大河内くんでございます。まあ、塚本が抜けた後のキャッチャーにする予定です。ただでもキャッチャーが D なので、まあ、そこをなんとか上げたいところですね。で、岩井ですね。はい。まあ、この辺は、うん、まあ、いっか。でも、この選手だけちょっと話しておきたいな。福岡くん。福岡くん素晴らしい能力なんですよね。守備がもうすでに69。で、いぶし銀持ち。なので、まあ、この辺の選手はうまく使っていきながら、うん。まあ、競争させながらみたいなところもできたらいいなとは思ってます。あ、でも、荻野くん打ち気か。荻野打ち気なら、この方がいいか。こうしときましょう。はい、OK です。で、まあ、今、打ち気の話が出ましたが、まあ、前回の動画でね、打ち気に、魔物に関してちょっとご意見くださいと。どう思いますかと。いうようなお話をしたんですが、まあ、結果的にコメントの感じを見ると、まあ、魔物は使えるものだから使った方がいいよというようなコメントをたくさんいただいておりましたので、まあ、基本的には使っていこうと思います、まあ、使わない縛りはする予定はないですと。ただでもまあそうだな、なんだろう、まあ、使わない方が面白いなと思ったタイミングというか、なんて表現したらいいか難しいんですけど、なんて言ったらいいかな。まあ、間違いなくやらないのは、魔物で先頭バッターセーフティーは、まあ、ちょっとチート級に強すぎる、かつ、なんかこう、なんだろうな、もちろんそれも失敗する確率があるんですけど、とは言ってもなんかちょっとせこい手感がすごいと。まあ、やっぱそこはコメントでも多かったので、まあ、ちょっとそこはタイミングを見てうまく、どうしてもこのタイミング絶対バントだろうっていうタイミングに関してはもちろん当然使いますが、まあ、それ以外に関しては使わずに行こうかなと思います。あ、これどうしようかな。あ、ミゾット2つ止まりたい感もあるんですけど、でもプロ野球選手でね、赤とく消しておきたいんですよね、内海くんの。プロ野球選手マス行きましょう。どちらにしてもミゾット1個しか止まれなかったんで、プロ野球選手マスを選びます。さあ9月、ちょっといろいろ練習指示いらないといけないですね。まず松尾くんが一番上に来るのかこれ。松尾くんは、そうですね、まあ、守備家になったんで、とりあえずどうしようかな。まずソウルかな。ソウル行きましょうか。ソウル行きます。もうすでにヤクワの肩に関しては超えてるんですよね、この選手に関してはね。まずは次、じゃあソウル行く A か、まあ B 行って、あと他全部 B にしてとかでもいいですね。バランスよく育てたい。で、松野くんに関しては、どうしようかな。まあ、とりあえず150を目指そうかなと思ったんですが、あー、どうしようかな。まあ、コントロール A にしてもいいんですけどね。コントロール上げますか。コントロール上げましょう。ピッチャーって多分メインポジション変えらんないんですよね。コメントでご指摘いただいてたんですけど、メインポジション変えないんですかってご指摘いただいてたんですが、ピッチャーは変えられない感じになってます。セカンドはもう最大級まで広がってるんですけど、うん、まあ残念、しょうがないと。で、成田くんは、逆に150乗せたい感もあるんですが、まあ、ここもちょっと制球 A 目指しましょうか。この2人は本当に同じぐらいの能力にしてダブルエースにしようかなと思ってます。去年みたいな圧倒的エース古市っていうのはいないので、うん、まあ、ここは2人で頑張ってもらおうかなという感じです。で、内海くんも、まあ、このままコントロール B かなっていう感じです。しばらくちょっとスロースターターが消えない限りは先発は使わないので、うん、ちょっとそこを頑張ってあげてもらいましょう。で、寺田くんはまあコントロールかな。うん、コントロールですね。で、大津くんはこのままパワー上げてもらいましょうか。とりあえず打力2つ上げていきます。で、菅原くんは、まあそうですね、打力かな。ミートにしますか。一旦ミートにしておきます。で、塚本、弾道上げたいんですけど、1ヶ月ね、この9月の1ヶ月を弾道に上げちゃうのもったいないので、ここは1回ミートに振ります。で、まあ弾道バット使おうかな。弾道バットを使おうと思います。で、矢部くんは、そうですね、まあこのままでいっか。で、総力。山根はもうバッティングですね。ひたすらバッティング。で、荻野くんに関しては、まあ、次期セカンドなんで守備ですね。で、走力、パワー。で、石田くんはもう走力 OK なんで、もうミートに行きましょう。で、福岡くんは、
守備が B。 お、 B 乗ったね、まあ、そのまま行きましょう。で、小西くん、小西くんもミートかな、まあパワー2を振るか。とりあえず DD にしましょう。で、佐田岡、佐田岡はとりあえず先にミート A に乗せよう。うん、ミート A に乗せたいと思います。いいでしょう。で、岩井くん、岩井くんはまあ総力ですね。 OK、 これいきましょう。さあ、まあ去年はかなりねベンチまで含めて余裕があったんですが、でもまあ本当に秋はギリギリの戦いもつ、わっ、チューブか。うわ、しかも練習効率ダウンかよ。赤徳を消してもらいに行ったのに。くー、チューブってあったっけな。多分あったと思うんだよな。あれ、あるか、よかった。まあこれでまだグラウンドレベルも99なんで全然問題ないですね。よし、さあ今回練習試合が来ればそこで練習試合やって終わりたいんですが、まあ秋の大会もう来ちゃえば行っちゃおうかなと思います。さあ、まあ多分このまま行きそうですね。さすがに地方大会は負けたくない。地方大会はさすがに1回戦2回戦負けすると当然下がっちゃうんだよね、評判が。ちなみに言うと前回の負けでは別に下がらなかったです。はい、よかったよかった。総合練習、練習効率アップした時に使いたいな。まあでもいっか、4なら使っちゃいましょうか。お、津軽南高校前評判いい、大丈夫ですね。大丈夫そう、大丈夫そう。よし、さあ、まあでもね、どうなんでしょう。このあれ、松尾パーも覚えた。松尾全然ピッチャーのように振ってないのに変化球を覚えたのか。なるほど。まあこの台、まあこの栄冠ナインって実は結構この台あんま強くないなっていう台の方が意外とうまくいったりもするんで、まあそれに期待をしている部分もあります。まあ、前回の台を超える台を当然作っていきたいんですが、まあなかなかね、その最初からの能力っていう部分で松中さんを超える選手もいないですし、なかなかちょっとタレント性は、まあでも天才肌いるしな。天才肌と宇都宮くん、まあ1年生が非常にいい選手が多いので、まあここは一回休ませて個室に臨みましょう。よし、さあ行きます。もうこのまま津軽南高校戦、矢部、貞岡、菅原。まあ貞岡はなしだな。菅原でいきましょうか。菅原はちょっと上に打順を置こうかな。よし、菅原打ち気持ちですしね。でピッチャーが松野、絶好調なら松野でいってみますか。松野でいってみましょう。で、そうだな、菅原をちょっと2番に置いてみます。菅原2番に置いて、まあ松尾、あそうだな、こうしようか、こうしましょう、こうしていきたいと思います。佐田岡君をちょっと定位置5番に戻して、うん、これでいきましょう。よし、 OK です。うわ、津軽南ってそうか、坂本選手がいるところか。まあ坂本選手1年生ということは今後間違い、うわ、うわ、4番だ、相手4番、勝ちましょう。いやそうだ、津軽南はちょっと警戒しないといけない相手でしたね。うわそうだ、相手間違いなく強くなってると思います。坂本くんがどんな能力になってるかちょっと楽しみですね。まあでも次の、まあ、この春勝ち進んで選抜いけたら当然そのまま青森で行く形になりますけど、まあ青森でも甲子園は出れたので、あ、そこ攻めくり当然また、ちょっと待って、2点先制されたんだけど。うわマジマジかよ、なんか坂本くんに打たれた気がするぞ。あ、フォアボールか。あ、そんなまだ能力上がってなかったっすね。まあ、言っても1年生だもんな。でも守備職人のショート羨ましいな。あー、寺田くんのタイムリーか。キャッチャーの肩が C で、ピッチャーのクイックも C、まあ、打てないピッチャーじゃないと思うんでね。うん、まあいけるでしょう、いけるいける、頑張りましょう。さあ菅原くん、ここはセーフティーもありだな。あー、でも魔物来なかったか、任せしよう。オッケー、ナイバッチ、よし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 、オッケーオッケー、ナイバッチ、いよいよ、まずは点を返していこう。ノーアウト一塁、石田くんかな、石田くんなら走らせましょう。もう初球からいきます。よし、ナイスラン、オッケーオッケー。肩どれぐらいまでいけるのかな、走力 S の盗塁 B 持ちだとちょっと難しいっすよね、見極めが。確実に1点取りに行くって選択肢もあるけどな。オッケーオッケー、いいよ。まあいっか、そのまま転がしていきましょう。オッケー、ナイバッチ、よし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 、やっぱ三遊間抜ける打球出るようになりましたね。オッケーオッケー、おー、オッケー、逆転、ナイスナイスナイス、まあ1点取られたけどオッケーオッケー、大丈夫大丈夫、よし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 、ナイスナイス。一応誰が打ったか、新チーム一発目です。あ、てか待って、あ、最悪、小西のサウポジつけ忘れた。
うわ何してんだ、うわやっちまった。待て待て待て、小西エラーしてないか、大丈夫か。いやエラーしてそうだな。あ違うな、石田くんのエラーか。うわ何してんだこれ動画で多分見ていただいてる方はなんで小西にサブポジつけなかったんだってなってると思いますけど、うわ完全に忘れてた。うわやっちまったな。まあでもとりあえず打点は、おお塚本スリーラン。やっぱこの4番は松永さんを超えるかもしれない。よし、悔しい思いを人一倍してるでしょ塚本君に関してはね。もうすでに甲子園を3回経験しているキャッチャーはそういないでしょ2年生で。よし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 、オッケーオッケー。てか塚本が入ってから全大会で出てるってことですもんね、すごいわ。どうしよう、菅原くんって盗塁いくつなんだろう。あ C か、これ走らせるか1回。うわうわ、これ2塁投げられるか、くー、これは最悪なパターンでしたね。うわやっちまった。まあ、松尾くんの打力にかけましょう。うわー最悪だ。うわ今の完全に采配ミスですね。まあそうか、あのパターンもあるよな。ただちょっとスタートが思ったよりも悪すぎた。うわ小西も魔物なしか。まあ引っ張りかな。よしよし、いよいよ相手バテてますね。オッケー、あー惜しいな。ナイマッチ聞こえる。よーしオッケー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 、よーしよ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 し、いいねいいね、このチームも全然打てますね、素晴らしい素晴らしい。オッケーオッケー、5対3、ナイスナイス。さあピッチャーの松野君、巨人の使う、いやなしだな。まあちょっとあんまり他のピッチャーも言ったら、まあ松野くんと成田くんの2枚と内海くんぐらいまでしかまだ多分ちょっと使いづらいので僅差だとね。そうなってくるとなかなかやっぱりあんまり積極的に今までみたいには使えない。走れ、うまい、さすがうまいな。で矢部くんと、ここは点取りたいぞ。うわー打ち上げた、キャッチャーか、うまい。まあでも2点差大きい大きい、追加点大きいですね。よし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 、オッケーオッケー。菅原行こう、いいね3安打、注目選手にして3安打は結構グググッといろいろ能力が上がってきそうな予感がする。なんかついてほしいな、特の固め打ちかなんか。いいよいいよ、あー打ち上げした最後。まあでも投げさせましたね、よくよく、オッケーオッケー。まあいいバッターですわ菅原くん、いいよいいよ。おお、え追加点取った、4点差になってる。んどうやって取った、うわ塚本やばすぎる。これ弾道上げない方がいいかもはや。いやでも上げた方がいいよな絶対、弾道2でホームラン2本も打てるんだ。でも通算も5本も打ってますけど、うわー塚本すげえ、素晴らしい塚本ナイス。七浦だったらもう使ってもいいか、使いましょう。で代打出しましょうか。そうだな、大津くんいってみますか、野手に育てる大津くん。よしでくせ者使って、よしいいよ、 OK、 あーどうまい、どうまい、いよいよ。さあ矢部くんタイムリー欲しいな、ここよいしょ。相手絶不調ですね、ここは追加点のチャンス。あー三球三振、じゃあ内海君いきましょうか、内海君いきます。守備も小西のとこも固めときますか、小西のかけ固めときましょう。山根君よし OK、 よしよしよし、おおノーアウト2塁いいね。そして菅原君に、間違えた、ラッキーボーイ使いたかったな。石田君かな、いったん OKOK、まあ、ここはセーフティーでも面白い場面かな。セーフティーいきましょうか、うまいナイスバント、よし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 、確実に次の1点を取ろう。松尾君犠牲フライ5なら犠牲フライでいこうかな、はわしついた、はわしついたのでかいね犠牲フライ。 OK ナイバチ、よーしよ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 し、いい流し打ち OKOK、 どちらかというと阿部比みたいな打ち方ですよね。 OKOK、 よしよしよし、そして塚本君か、今日5打点引っ張り、いいよ
ッケー、ナイス。いけいけ、引っ張りでいいでしょ。わあ、コア三振、どんまい。わ、佐田岡3個もフォアボール。すごいな。まあ、佐田岡信頼度マックスなんで、もう普通にお任せしましょう。頑張れ。くぅ、ここは引っ掛けた、どんまい。さあ最終回、まあ内海君そのまま指示して一人一冊でいこうかな。守備はツアウトで行きましょう。よし、オッケー、降りた、降りた、降りたのが山根だよな。オッケーオッケーオッケー、よし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 。で、あ、電令使ってもよかったな、変えましょう。で、寺田君、寺田心君の初登板でございます。で、すごく盛り上げる使ってからの、まあ成田の方のまくり使っておきましょうか。よし、さあ頑張れ寺田。よし、いいね、オッケー、素晴らしい。さああと1人だ、変えましょう。で最後に成田を使うとエースですね。で守備をオッケー、これいきましょう。まあ言っても変えた選手も守備悪くはないんでね。まあ盛り上げるも使ってますし、あと最後の1回か、塚本のこれを使うか、使わなくていいな。うーん、内海君でいきましょう。よし、 OK、 打ち取った、成田しっかり、いいよー、しょっけー、白星発進。まあ新チームも弱くはないですね、決して。むしろ全然このチーム強いと思います。 OKOK、 まあ前の代に比べるとどうしてもね、そのネームバリューがどうしてもやっぱ古市松中が強すぎたけど、まあでもこの活躍を見ると塚本くんもね、非常に素晴らしい3年生になってくれるんじゃないかなと、素晴らしいチームの軸になってくれるんじゃないかなと思っております。さあ能力はこんな感じと、うん、もうこのままいっちゃいますか。もういっちゃおうかな。まあそんなになんかこの秋に時間かけてもしょうがない気もするし、ちょっといろいろペース上げながらガンガン進めていきたい気もするし、これ止まるとなんか、うん、見てる皆さんもちょっとなんか消化不良感もある気がするんで、もういっちゃいましょう。ちょっと動画長くなっちゃったら申し訳ないですけど、まあ展開次第ではカットカットでいけます。負ける気がしない今の流れだと。さあ相手は、あー前評判 C か、うん、まあ苦戦はしそうですね。ちょっとその前に弾道バットですね、買ってきました。はい、パワーポイントの方で買ってきたんで、この弾道バットを塚本くんに使おうと思います。弾道さんにしちゃいましょう。よし、これで素晴らしい4番になったと思います。いきましょう。まあ2年生のこのタイミングであの能力だったらもうすごい素晴らしいですね。全然申し分ない能力だと思います。うん、まあ3使いますか。よし、石田、松尾、菅原。まあこれはもう天才石田ですね。はい、石田でいきましょう。お、菅原くんすごいですね、信頼度が一気に上がってる。 OKOK、 よしいきましょう。さあ、まあ石田をそのまま、あー内海くん絶好調、使いたくなるけどさすがにちょっと怖い。スロースターターを先発で使うのは怖すぎる。でも小西ももうこのままいくしかないんで、そうだよな。でまたオファーストにするって選択肢もあるけど、サードはサードでいないもんな。そうですよね、石田くんがサードできたらそれでもよかったけど、まあしょうがない。で、まあ石田、そうですね、石田1番でそのまま行きましょう。よし、うん、まあ問題ないでしょ、行きましょう。まあ自動交代みたいな、コンピューターの自動交代も僕はオフにしてるんで、まあ、小西君無理やり使っても勝手に変えられることもないので問題ないです。大間学院、よろしくお願いします。まあまあまあ前評判通りでしたね、そこ攻めるし。ただこっちが表か、まあキャッチャー肩 D で、ピッチャーもまあクイック D で、そんなに強い相手じゃないと思います。転生もいないし、うん、問題ないでしょ。いきましょう。よし、 OK、 素晴らしい、先頭打者ホームラン先制。 OKOK、 この天才半端ない、この天才1年生半端ないわ。やっぱ1番に置いとくと脅威ですね。そうだな、まあギータみたいな攻撃的1番にしたいかな。おっ、わあ3点取って、3点取られた、マジかよ。うわー、矢部くんか。あ、待って、急成長使ってなかった。天才がさらなる成長を遂げることができるか。走れ走れ走れ、まあ一塁セーフだな。うわーマジか、3点取られたか。まあでもこれがどうしてもやっぱり投手陣のまだそんなに強くない部分ですよね。盗塁いってみるか、ツーアウトなし。ゴー、あー初球外された。初球はやっぱなかなか決まりづらいかな。警戒しましたね、相手も。いって OK、まあ、いきましょう。まあノーアウトで回ってきたらそれはそれで OK なんで。よし、おわ、ワン、ワッツアウトしたね、ピンチ。
とりあえずスタミナ上げときますか。スタミナ上げましょう。よし。ただ励ますが全然いないですね、このラインナップだと。それちょっと痛いな。よし。すごく励ますとかじゃないのは、まあ、当然学年が1年生なんでしょうがない部分あるんですけど。よし。いいよ。臭いとこ行こう。次は4球目。高速スライダー。おー、いいよいいよ。頑張れ。オッケー、いいボールだ。よしよしよし、おーし、攻撃に流れが来た。コアマン送りたいな。送りたい。かわしついたのか。ちょっと待とう、一球。よし。かわしついたの打たせたさもあるけど、チャンスいいなんすよね。まあ、送りだな、このシチュエーションは。確実に、いきましょう。うまい。ナイスマント。よーしよ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 し、オッケー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 。で、小西くん。小西くんのラッキーを今使うか。使いましょう。ローボールヒッター。わー、まあ、スクイズのシチュエーションではあるが、相手の球も荒れている。ただ、流し打ち後っていうのも捨てがたいよな。でも、スクイズも5なんだよな、そう考えると。もう行きましょう。行きます。決まれ。よーし、ナイスマント。走れ、走れ、走れ。よーしよ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 し、オッケー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 。まあこの台はちょっとね、なかなかまだ低い能力のうちはこういうスモールベースボールも絶対やっていかないといけないですね。でお祭りは攻撃にしか使えないんで、使っていって成田の自援号を期待すると。いきましょう。古市くんに続いて自援号、くー、古市に続いて自援号マンになってほしいな。成田くんにはどんまい。うわー、ツアウト1、2塁。頑張れ成田、頑張れ。これ抑えたら勝利が見えてくる。よし、オッケー、ちょっと沼田、よし、オッケー、いいね。小西もまあ大丈夫そうっちゃ大丈夫そうだけど、オッケーオッケー。さあ天才石田くん、セーフティー行こうか。やってみますか。見ましょうか。あのまあもう一球それ来たらにしよう。オッケー、ナイスね。よし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 。まあわざわざセーフティーしに行くまでもなかったっすね。でラッキーボーイ使ってかわひ、初球を待ちましょう。通りいきます。ゴー、ナイスラン、オッケー。やっぱ盗塁 B は偉大。そして頑張れ松尾くん、一本欲しいな。うわー、ふー、定岡、お祭りをツーアウトで、いやこう残しましょう。お祭りチャンスで出し元から。よし、あー初球、ふー、お前もう1点2点欲しいとこだけどな。怖いっすね、ちょっと1点差。成田126球限界な気もするな。うーん、ちょもう1人出したら変えましょう。でいいよな、ここでバッター左だったら内海君出してもよかったんですけどね。低め、うーわー、変えましょう。もうさすがに限界だ。変えます変えます。うーん、まあ、ちょっと引っ張りすぎた感もあるけど、まあしょうがない、変えます。で成田、松野君タイピン1位なんすよね。だってバッター右、右か。次左か。あるかしはでもないよな。こっから左続くのか。じゃあ内海くんにしよう。いや内海くん絶好調を信じよう。内海の絶好調を信じる。大事な場面よ、ここ、ここ大事な場面よ本当に。伝令もう一個使っとくか。助言にしましょうか。最後にすごく盛り上げるを使いたいから山井の助言頼むぞ。うすみくん頼むぞ。おお、いい球だけどな。頑張れ。いやーいいよ、まあいい。最悪次のバッターで勝負でもいい。もう歩かせましょう。これを歩かせた方がいい。絶対歩かせた方がいい。うん、いいよ、しょうがない、しょうがない、しょうがない。頑張れ頑張れ、本当に頑張ってくれ。いやー、入れろ入れろ入れろ、入れてくれ頼む。ちょっと待って、あ、入った入った、危ねえ。今ボールだと思った。コントロール A ってこんな入らないもんか。よし、よー、ナイスキャッチ。沼田一つしっかり、いいよー。いやすごいプレーだ今のは。サードのあのファインプレー初めて見たかもしれない。よし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 、ノーアウト一塁。ちょっとすごいカットカットで行きたかったんですけど、すごい熱い展開になっちゃった。小西くん、小西くん走らせましょうか。小西ってでもあんま通り、あ通り B か、 OKOK、 よし
誰と勘違いしたんだ今。初球は待ちましょう。宇都宮くんとこ大体出してもいいけどな。ただのそうするともう松野くんしかいなくなっちゃうんですよ。ちょっと次の回の相手の攻撃は対左 F か。あ、対左 F からか。じゃあ宇都宮そのままですね。そのまま引っ張ろう。5ナイスラン。よし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 。で送りましょう。ここは絶対送り決めてくれ頼むぞ。うまい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 、ナイススリーバント。よーし、オッケーオッケーオッケー。さあ矢部くんファイト使ってもう1点取るか。確実取りましょうか。うん、行きましょう。ここだ。うわ最悪だ。いやー最悪の流れ、これは最悪の流れ。でも大丈夫、宇都宮君を信じよう。で最後使ってで低め中心。よし落ちちゃった。松尾しっかり小西。よしオッケーオッケーオッケー。待って小西のとこファースト変えとこう。変えます、ちょっと怖いファースト小西。オッケーでここも左なんでこのまま行きましょう。よしいいよ。おおいいね、2球追い込んだ。頑張れ、いいよ。やめてやめてやめて、危ねえ。うわーマジか、もう変えましょう。ここで松野くんを出します。かーマジかー、やばいな。あでも左か、左ならこのまま行きましょうか。打たれ強さがね怖いんですけどね。大丈夫でも大丈夫、宇都宮くんを信じます。よし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 。うわ危ねえ。大丈夫大丈夫、よし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 。低め、おしよしよしよし。またよ、え、また左。それなら宇都宮でいくか。このまま松野はちょっと延長戦要員も含めてにしておきますか。ちょっとここで松野使っちゃうと怖いっちゃ怖いもんな。確かに、だしまあちょっと守備も変えらんないけど、ここはしょうがないわ。よし頑張れ、対左キラーを信じます。よしオッケー松尾、よしオッケー。よーしよく勝った、よく勝ちました。オッケーオッケー。よーし、まあ本当ちょっとサクッと勝ちたかったけど、まあなかなかこのチームもねまだまだ、うん、実力が足りないというところでございましたが、まあでもなんとかこの相手には勝てましたね。よかったー。オッケー、これでまあとりあえず地区大会出場は決まりましたと。春の選抜出たいな、あと2つ頑張って勝ちましょう。まあとりあえずまずはこの時点では信頼度をガンガン上げていくことが一番なんで、まあ出してない選手たちもね守備力とか含めて上がっていってる選手は上がってるので、まあ OK でしょう。宇都宮くんの能力も爆上げしてますし、よし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  OK です。はい、というのでとりあえず秋の地方大会をね2試合戦っていったんですけれども、まあこの新チームもね本当に悪くないチームだと思います。うん、まあ前回の代に比べるとなかなかちょっとまだね、まあ投手力打撃力ともにちょっと下がってしまってますが、グラフ的にはね。ただでも守備力機動力とかは多分維持ぐらいなので、うん、まあ本当に悪くないチームだと思います。まあこっから本当にガンガンね、能力上げていって素晴らしいチームをね、前回の代を超える強豪チームをね作っていければいいかなというふうに思っております。この天才石田くんのね残り2年のね成長にもね期待していただければというふうに思います。はい、まあそんな感じで今回の動画以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひともこれからも愛花内の実況を楽しみだよ、また強い覇王高校を目指して頑張ってくださいという方は、ぜひ高評価チャンネル登録をしていただけるとね、本当にこの愛花内実況そしてこの覇王高校の原動力になりますので、皆さん高評価チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次回の愛花内実況でお会いしましょう。ありがとうございました。